今回はですね、ピースハウス昭和っていうホテルというかですね、これはゲストハウスっていうんですか、まあそういう感じのところに宿泊してきました。ですね、場所的には動物園駅前駅と、その何でしたかね、 JR とかの天王寺駅のちょうど真ん中あたりで、阪神高速の高架の近所らへんって言ったらいいんですかね。だからそうですね、その動物園駅前の駅からもどっちからも15分ぐらいですかね。まあだから全然便利は便利なんですけど、でこれが室内なんですけど、ご覧の通こんにりちね、は。こどうも。のもう外人さんというかね、白人の人ばっかりなんですよね、このホすいテまルせん、は。お兄さん。ほんで、まあ、日本人もちょこっとだけ見かけましたけど、基本白人で、でね、男女 OK と書いてはいるん、インターネットのサイトとかには書いてるんですけど、基本的に男性以外しか、見かけませんでしたね、私は。ほんで、まあ、日本語がちょっとわかる、日本人で店す。員さんというか、まあ、店員さんがおる日の本人で、日一本人日本人応私ほとんど英語なんで喋れないんですけど、なんで めっちゃ宿日本泊人すやるねんけのど。に困ったりすることは特に何もなかったねですね。お願いで、しますですね、まあ、これなんて言ったらいいんですかね、ゲストハウスにはこういう部屋があるんで、これなんて言うんだろう、レストルームっていうか、なんかこうみんなで集まってワイワイ騒ぎましょうみたいな感じの部屋があって、まあね、別に結構フレンドリーにみんな対応してくれたから、まあ交流とかも結構できるんじゃないですかね。なんでか知らんけど、アメリカの旗が、そうですね、ですね、まあ別に全員国籍聞いたわけじゃないですけど、アメリカ人とかイギリス人とかそういう人が多かったですね。だからほんまに白人ばっかりなんですよ、ここの。大体ね、西成に泊まってる外国人って言ったら、中国とか韓国とか、なんですかね、まあ、そういう人が多いんですけど、なんでか知らんけど、まあ私が行った時がそうやっただけかもしれないですけど、まあ基本あんまりそういう韓国とか中国の人は見かけなかったですね。ほんで2階に上がってきて、これね、部屋数案内してもらってる時で、ですね、これご覧の通り、こう、わかりまあました。オッケー。ドミトリー方式っつうんですか、一つの部屋にまあ見ず知らずの人同士で泊まるんですけど、あれ見てもらう、さっき見てもらったら分かると思うんですけど、押し入れを改造して、ベッドにしてるんですよね。まあ私が泊まったのはうまくいった2段ベッドの方やったんですけど、でも、まあ、だからといってね、寝にくいってことはなさそうでした、押し入れの方もね。全然それは使える感じではあったんですけど、ほんでそのなんですか、ベッドというか押し入れというか、それ一個一個にね、ちゃんとそのライト、個別にライトがついてたり、スマホを充電するためのコンセントですか、それがって一応ちゃんと装備されてました。ほんでこれトイレの中なんですけど、トイレもね、もちろん、きれいに掃除されてあって、別に臭かったり、不潔やったりすることは全くありませんでした。ですね、他なんかあったかな。 まあとにかく そうですね、あとね、ここ部屋によりきなんですけど、私が宿泊した部屋は冷暖房がついてなかったですね。まあだからといって別に布団とか毛布があるんで全く問題はないといえばないんですけど、まああんまり夏場とかやったらちょっと暑いかなっていう感じはするかもしれませんね。何ですか、これほんまにね、ただの民家みたいなところを改造して、そのゲストハウスとして使ってるみたいな感じでね、もう多分ね、相当年季の入った普通の民家やと思うんですよ。でそのね、民家を窓とかをね、板を打ち付けて、これ台風とかの時にやりそうな板を打ち付けて窓をはめ殺しにしてるみたいになってて、ちょっとね、その宿泊するドミトリーの部屋は暗い感じがするかもしれないですね。ただまあ少なくともベッドというか布団というかシーツというかはまあ清潔で、かゆかったり、そんな別にね、宿泊するのに不都合な感じではなかったですわ。でここは何ですかね、このシーンは一応ね、これ料理というか、
どうなんでしょうね、これ結構長期滞在してる人も多いんかもしれなくて、食材とかをね、棚に置いて、自分用に保存してたりできるんですよね。で、ここではね、結構、料理とかも作ってる人が多そうでしたわ。まあ、だからほんまに、なんですか、貧乏生活のプロ、貧乏旅行のプロのバックパッカー的な外国人が結構好んでくるところなんかもしれないですよね。ですね、これね、液晶テレビ映ったやつですけど、あれ、今時珍しく、何やったっけ、任天堂のゲームキューブですか、ゲームキューブとかが置いてあって、結構晩になったら、みんなでマリオカートとか 懐かしのやつなんですけど、遊んでたりして、まあ、だからほんまに和気あいあいとしとって、まあ、でも私、全く英語が喋れへんから、ちょっとね、コミュニケーションには困ったんですけど、ちょっと英語に自信のある人とかだったら、外人さんと結構ね、仲良くやれるかもしれないですよね。そんなわけでして、というか、重要なこと忘れてる、ここのホテルは、1泊1200円ですから、そうですね。西成のホテルって大体安いは安いですけど、1200円というと最安値クラスの、ホテルになるんじゃないでしょうかね。そんなわけでして、ピースハウス昭和ですか。なんかね、ピースハウス昭和っていうと、そんな外国人がいるようなホテルじゃないわ、ゲストハウスと思えないネーミングじゃないですか。だけどね、意外に行ってみると、外国人ばっかりで、まあ、国際交流ができちゃうよみたいな。ホテルというかゲストハウスでした。ということで、今回は終わりです。ではまた。